こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、今日はね、えー、相談のあった商品の中から NG 商品の例をご紹介します。まあ、これ NG 商品。スターウォーズは NG と。ねえー、スターウォーズは危険です、えーえー。みんな売ってたから売って、後からね、アレイハン商品だったからアカウント、えー、削除しますというようなね、えー、通知が来ることもあります。 まあ、案件管理厳しいですからね。ディズニー、えー、近寄らない方が無難です。でこれね、えー、スター・ウォーズの、まあえー、セット、現在品切れ。でこれね、えー、アマゾンで、えー、ジャンコート入れても出てこないと。ね、これは別に、あのたまたま出てこないんじゃなくて、えー、ディズニーは、 アマゾンもあんまりね、えー、関わらないというか、えー、ディズニーの意向に話したことやってディズニー商品を、ね、アマゾンで売らないとかなったら大変なんで、まあ、アマゾンもディズニーの意向はかなり効くということはね、えー、ディズニーを売ってた、えー、出品者、ごっそりアカウント削除というのもね、えー、よく起こる現象なんで、えー、ディズニー扱わない方がいいです、まあ。その他ね、ハリウッド映画、 マーベル映画とかねハリウッド映画スーパーマンだのいろいろありますけどそういうキャラクターあるいはサンリオキティちゃんねなんかのキャラクター危険ですこれ案件管理をきちんとしてるね会社のキャラクター商品っていうのはまあ差額は取れるある程度売れるそういう商品が多いんですけどただねえリスクを考えるほどリスクを考えるとリスクに見合うほどは、まあ、もうかんないかなという感じです これらの商品ね、差額があってだって利益取れるじゃんという場合ね、月額50万円儲かるならリスクを犯しても扱うのはありです。ね、何しろ。まあ月50万儲かるってことは3ヶ月売れば150万、半年間売り続ければ300万儲かるわけですから、まあそんだけ儲かるなら別にアカウント削除されてもね、まあ、その儲かったお金の一部を使えば、えー、新たに、えー、何らかの方法でね、アカウントを作ってやり続けるってことは可能です。 まあだからね、えー、儲かるならいいと。まあ、だけどね、目立つ商品なんで、まあライバルも多くリスクに見合った儲けは期待できないと。まあそうなると扱わない方が得策です。だからね、もうすでに儲けてる人で、えー、まあちょっとね、えー、扱わない方がいいかなっていう商品扱ってる人いますけど、まあでも利益がね、月30万から50万出てるんだったら、それはまあ、 それを捨ててやめるのはもったいないから続けますけど、まあ、そうじゃない限りはね、初めの商品を探す段階で、えー、扱うべきではないということでね、NG 商品です。またね、この NG 商品等については、まあ、相談出てきてね、まあ、マニュアル会員の方から相談出てくれば、また、えー、このようにご紹介していこうと思います。まあ、今回は、スター・ウォーズは NG ということでね、えー、ディズニー、ハリウッド映画、3両のキャラクターものは NG。 でスター・ウォーズはね、ディズニーになっちゃいましたん、ね、で NG ということでね、えー、覚えておいてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。